どうも、なおちんです。大の大冒険をやっていきます。よろしくお願いします。さあ、今日は記憶の神殿の効率的な攻略方法をやっていきたいと思います。この記憶の神殿、最初から真相に挑もうとするとまあ無理なんですよ。難しい。なぜかというと、これ絆の記憶のレベルが最初は低いからですね。これのレベルを上げる必要があります。で、この絆の記憶って出る場所が決まってるんですよ。これランダムじゃなくって出る場所が決まってます。階層の3回区切りで出るものが変わってきます。まず1階から3階は1章と2章に関係のある絵柄のものが出ます。で、4階から6階が、3章に関係あるもの、ヒュンケルのとこですね。ヒュンケルと関係あるものが、4階から6階に出ます。で、7階から9階がフレイザードのところです。で、10階から12階か、12階が、バランの章で、13階から15階が武術大会に関係あるもので、16階から18階が、最後の章ですね。祈願城との戦闘のところで出てくるやつが、出てきます。で、19、20、21階は特技と呪文ですね。これのレベルを上げるのに必要なアイテムがあります。そのアイテムが出るようになりますね。なので、自分が欲しいものを、集めたいときはその階層に行くといいです。で、効率的に進めるために重要なのが、1階から6階を何度も周回することです。1階からスタートして6階をクリアしました。そしたらまた1階に戻って6階まで行ってまた1階に戻る。これをね、2時間ぐらいやってみてください。そうするとそこで出てくる記憶のレベルが多分全部が8以上にはなると思う。もしかすると10になるやつも出てくると思います。もうこのね、1階から6階までの記憶が結構強いやつが多くって、もうそれさえ装備してればまあまあ大丈夫だと思います。で、1階から6階までを周回しまくって、だいたいレベル10になったなってなったら、次はですね、スキップ機能を使って7階からスタートして OK です。もうね、1階から6階は行かなくていい。もう行かなくていいです。いきなり7階からスタートして OK です。うん、もう全然ね、レベル1でも7階に通用するようになってると思います。で、もうそっからは真相に挑んで OK です。うん、1階から6階までの、絆の記憶さえあれば全然、21階までクリアできると思いますので、その手順でやってみてください。で、その後ね、クリアした後、コンプリートしたいならば、次は7階から9階を周回するとか、10階から12階を周回するとか、そういう風に、場所を決めて周回していくと、早いかと思います。まあ俺も全て10まで上げたんですけども、そこそこ早く、レベル10にできたかと思います。まあ、とにかく1階から6階を周回する、それが本当に重要になりますので、やるようにしてみてください。うん、1階からね、急に真相に行くよりも全然早いと思いますので、やってみてください。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。